バンバンバサジートピックス。今回はバサジー大分ホームゲーム会場で食べることのできるバサジー大分の選手とコラボレーションしたバサジー大分プロデュース弁当についてご紹介します。こちらは7月12日の夏だカレーだディドゥダカレー。ディドゥダ選手の大好物であるカレーにジューシーな唐揚げを乗せた唐揚げカレー、とっても美味しそうですね。そしてコラボした選手がブースに来てくれることもありますよ。8月8日は北川選手プロデュースのゆで卵カレー。ゆで卵が大好きな北川選手、カレーにトッピングしてみました。こちらは GK 丼。この日200試合出場を迎えたキーパーの青柳選手、そしてお誕生日を迎えた同じくキーパーの檜山選手、ゴールキーパーの GK にちなんで豪華な唐揚げ付きの麻婆丼です。この日は大好評につき、あっという間に完売してしまいました。そして今やバサジーの人気者、藤川選手プロデュースの藤川ビッツァ。イタリアでのプレー経験もある藤川選手ならではのアイデアですね。いらっしゃいませ。おっと、藤川選手がやってきて呼び込みを始めましたよ。安い、コーヒー付きで500円ってことは実質ただ、ほぼただ実質、送料無料。藤川ピッツァ一つ入りました。お願いします。試合前のウォーミングアップの合間を縫って真剣に働いていました。このようにバサジー大分のホームゲーム会場ではバサジー大分オリジナルのお弁当を販売しています。しっかりとお腹を満たしてバサジーを応援してくださいね。バサジー大分プロデュース弁当には数に限りがございますので、お早めにお越しください。そして次回のホームゲームは11月8日日曜日、大分県立総合体育館。今シーズンリーグ戦はこの試合がホーム最終戦となります。ぜひバサジー大分の戦う姿を見に来てください。